シボルゾルターンは、ハンガリー出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。1950年代にマジックマジャールと呼ばれた、ハンガリー代表の一員。俊敏な動きの突破を持ち味としており、その予測不能な動きから、悪魔の遊戯、愚か者と称された。若い頃は、鉄道の機関士として働きながら、地元のアマチュアクラブでプレーをしていたが、1948年に、 フェレンツバーロシュ TC へ入団すると1948から49シーズンに17得点を挙げ、リーグ優勝に貢献した。ジェペル SC を経て1951年にブダペスト本米ドへ移籍し、中心選手として活躍した。ハンガリー時代にはリーグ戦1 7 5試合出場100得点を記録した。本米度では1954年と1955年に、 リーグ連覇を達成し、1955年には20得点を上げ得点王となったが、翌1956年に UEFA チャンピオンズカップ1回戦のアスレティックビルバオ戦のために遠征中にハンガリー動乱が発生。1958年にラディスラオ・クバラの勧誘により、シャーンドル・コチッシュと共にスペインの FC バルセロナへ移籍した。 バルセロナでは1958年9月14日のバレンシア CF 戦でリーグデビューをすると中心選手として1959年、1960年のリーグレ覇、ンパ1960年のインターシティーズ、フェアーズカップ決勝のバーミンガムシティ戦では2得点を決め優勝に貢献。1960から61シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは 準優勝に貢献した。1961年にバルセロナを退団すると、スペインの RCD エスパニョールや CE、エウロパ、スイスの FC、バーゼルやオーストリアのアウストリアウィーンを渡り歩き、カナダのトロントシティで現役を引退した。ハンガリー代表としては、1949年5月8日のオーストリア戦で代表デビューをした。彼は、プスカシュ、フェレンツ、 ポチシュシャンドル、ヒデクチナアンドルラと共にマジックマジャールと称された、ハンガリー代表の中心選手として、1952年、ヘルシンキオリンピック金、メダル、1953年にはエンブリースタジアムで行われたイングランドとの親善試合における、勝利、1954年のフィーファワールドカップスイス、大会準優勝などに貢献。 1956年10月14日のオーストリア戦で支持続まで国際 A マッチ43試合出場17得点を記録した。引退後はスペインのバルセロナで美しく青木ドナウというナノコーヒーショップを経営していたが、東欧民主化後の1990年にハンガリーへ帰国した。1995年にはハンガリーオリンピック委員会から表彰を受けたが、 1997年9月1日に死去した68歳没。ありがとうございます。